はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日は愛子さまの、運勢をやっていきたいと思うんですが、普通の運勢は以前もやっており、前世、ね、ハーモニクス Q、それも前回やりました。で、今回ね、愛子天皇誕生するのかという質問が多く、ね、寄せられます。じゃあどうなんだということでね、ハーモニクス8、見てみたいと思います。現世でのとりあえずの鎧、それがハーモニクス8、とりあえずこういうキティちゃんの着ぐるみを着ますみたいなね、そういう感じです。じゃあその着ぐるみね、とりあえずこういう姿で行こう、ね。大体ね、皆さんそういう着ぐるみを着て、とりあえずはこれでっていうことでね、暮らしています。だから一番ね、現実的な、アスペクトっていうかね、ハーモニクス、ね、アディ調派だと思います。パッと見た瞬間ね、びっくりしました。パッと見た瞬間、黒田官兵衛の着ぐるみを着るんですね、ということですね。ですからね、作詞黒田官兵衛、ね、あわよくば、ね、天下を取れる体制をいつでもね、作っていた、ね、関ヶ原が起きそうだ、東軍西軍に分かれて、ね、九州平定して、ね、まあ、三国志みたいにね、自分もね、天下分け目のね、争い、ね、参加しようとした、ね、もうそれ自体も作詞ですよね。いつでも行けるぞと、ね、まあ負けてからはね、東軍が勝ってね、ごめんなさいって言って、ね、領地譲って、あ、じゃあ僕引退します、息子の長政に家督譲って、僕は隠遁生活です、ね、ことだったりとか、まあ作詞ね、時々ね、荒木村重に飛ぶ、ね、閉じ込められて、ね、牢屋の中に閉じ込められてね、足ピッコになっちゃったりとかしてね、まあ時にその自信がね、作詞作に溺れてしまうみたいになったんですけども、まあ、結果的にはね、やっぱり戦国を生きた、ね、作詞としてのね、武将であるということを思うわけですが、なんと愛子さん、ハーモ六芒星なんかの星がトランジットで、魚座にね、トランジットで来た時に、これはね、六芒星が出来上がります。水星月、ね、金星、そういったものを含んだ六芒星ですから、これはね、もちろん準備ができたらいつでも天皇 OK と、ね、で恋愛もこれ含まれてきます。月金星、ね、関わってます。もう奥さん天皇でもいいよってね。だからこの間見に行ったね、総理大臣の夫っていうね、田中圭君みたいなね、ああいう夫をね、探してね、じゃあもしかしたら私天皇になるかもしれないし、よろしくとね、考古学者の夫にね、そう言ってね、外国行って帰ってきたらね、急に総理の夫になっちゃったっていうね、そういう話がありますけどね、あれです。そういう夫を選ぶ、ね、どっかの考古学者でね、あまり関係ないようなね、そういう人を選んで、吉村教授みたいなね、エジプト行ってて帰ってきませんみたいな、吉村教授総理の夫ね、天皇の夫ですけど何かみたいな、そんなようなことでね、
ハーモハチ見てびっくりしました。これはもう可能性大だぞということでね、もし何かあったならばね、これはもう天皇だなと、天皇なる準備はいつでもしときますよということですね。とりあえずそれ鎧ですからね、鎧ですから天皇という鎧を着るわけです、その着る準備してますよということです。具体的にはサソリの月ね、冥王星5、海王星のヤギ座の海王星、お牛座の天皇星ね、カニ座の金星木星5、ね、そして乙女座の水星、これで五芒星ね、五芒星じゃなくてまあ六芒星の一個かけたやつですね。これでで魚座に何か入ればね、トランジットで、強い天体が来れば、これはね、いやあり得るなと、女帝誕生だなと、可能性はあるぞということは思います。で、もともとね、その愛子様は何のために生まれてきたかということなんですが、明治天皇のね、後釜、明治天皇がやり残したこと、ね、そういったことを伝えていく、ね、そういう役割をしている、明治天皇失敗してしまいました。何失敗したか、ね、教育直後、ね、教育直後というね、最も利用しやすい、利用されやすいものをね、教科書にしてしまったっていうね、そのために多くの死者が出てしまった、ね、ですから、まあ、教育直後をね、まあ、いいこと書いてあるんだけどもね、ちょっと悪用されやすいと、ね、天皇万歳で死んでったと、ね、いうこと、ですからそれをこう受けて、ね、愛子さまは、まあ、これからね、人生、自分の天命を果たすべくやっていくのかなと思います。で、多分ね、儒教と、まあ、あまりにも昭和天皇が儒教、ね、儒教チックなね、うん、儒教ってなんで広まったかっていうと、王様にね、利用しやすい、ね、儒教ですね、我が国は儒教で行きますっていうと国がまとまりやすい、ね、そういったことでね、権力者に、時の権力者にずっと利用されてきて、で今でもその韓国とかね、儒教のね影響がもう非常に強いということでね、軍隊でのいじめとかね、そういう、まあ、悪い部分が出てしまう、ね、ということですから、それをなんとかする、ね、で愛子さまは多分反対行くと思います、ね、反対の、うん、要素、ね、ですから道教、ね、道教チックな、ね、そういう教えですから、まあ自分は自分のままでいいんだよってね、こだわりを持つと苦しいよね、手放しなさいよってね、別にね、出世ね、出世しなくてもね、その人はその人ね、いいんだよ、そのタオのね、思想、そういったものでね、やっぱりこう広めていく、教えていくということだと思います。ですから、まあそういうね、やっぱり明治天皇ができなかった、ね、で明治天皇のその負の部分、ね、ちょっと間違ってしまった、ね、間違ってもいないんですけどね、ちょっとこう暴走した部分、ね、変な方に行っちゃった部分、ね、それをね現世でやろうと約束して生まれてきたわけです、ね、ですから、まあ老子ですかと、ね、創始ですかと、老荘思想みたいなね、いや
山ごもりをしますみたいな、ね、山仙人になりますみたいな、ね、老子のようなね、感じで、行くのかなと、いうことを思うわけです。ですからまあ両方まあ必要なんですけども、で教育原理ね、教育原理ではね、まあ2つに分かれるんですね。ですからまあ実践主義と、詰め込み主義、ね、文化遺産の詰め込み石原慎太郎さんが東京都は詰め込みで行くって、ね、当たり前だろって、ね、学力、ね、ゆとり、何がゆとりだって、ね、石原さんのようなことを言ってるのは、まあ、まあ詰め込み教育、ね、ヘルバルト、ね、で反対にね、いやもうね自分で問題解決していこうよとね、自分でなんか巻き場かなんか行ってね、そこで、自給自足で酪農でみんな助け合ってね、生きていこうとね、で自分で問題解決してってみんなで合議してって、というね、で生きる力をつけようよ、ね、それがまあねジョン・デュイ、実践教育、ね、実践教育、まあ儒教と道教みたいな感じですよね。だからね、だからまあ両方どっちかに傾いてもね、でも日本においてはねあんまりね道教みたいな感じで過ごしてもね、文字書けないんですかみたいな、ね、感じで句できませんみたいなね、あの感じでちょっと困ることもあるんでしょうけど、まあでもね老子さんも九九も必要だったらやるといいと、自分の感じるまま赴くままね、やるのが良いんだよと、無理はね無理してないかね、まあそういうことでね、まあ日本も一回ゆとり教育にしちゃってね、円周率3ですみたいな、約3みたいなあとの1、4どこ行ったんですかみたいな、ことでね、まあ両方揺れる、ね、両方にこう揺れるんですけども、まあ、その辺ね、まあどっちもまあ偏ってもねやっぱりいけないと思うんで、両方ねやっぱりやっていくっていうことが愛子さまの天命でね生まれてきた理由だと思うわけです。その中でとりあえずは黒田官兵衛ですから、もしね関ヶ原東軍西軍引き分けドローだったら、第三の勢力九州勢として乗り込んできて、だんだん中国とか四国とかね、飲み込んで、ね、対決したと、徳川家康と対決したと、ね、石田三成と対決したと、ね、いうことでね、三国志みたいになってたかもしれない、ですからね、あのまさに、その目の前にあるハーモニクス8は黒田官兵衛という着ぐるみ、ね、キティちゃんの着ぐるみみたいなね、どんな着ぐるみを着るんですか皆さんはみたいなね、皆さんも着ぐるみを着ている、ね、とりあえずの姿としてはこうですよっていうね、着ぐるみを着ているわけです。とりあえずさ、ね、サラリーマンですとかね、公務員ですとかね、商売人ですとかね、いろいろあるんですけど、愛子さまの場合これはもうね逃げられないということなんですね。そのやっぱ六芒星持ってる人ってもう公の子ですから、もう本人がもういくらあがいてもそこからもう逃げることはできない、ね、ですからね、あのもしその機会が来たならばね、いつでも準備 OK、でも自分のやるべきこと、それはね教育なんだと、ね、明治天皇はできなかった、ね、教育直後はちょっとまずかったから、そうじゃない、もうちょっとね、老子チックな、要素を取り入れてね、そういう穏やかな国ね、ですからまあ儒教もいいけどね、うん、儒教もいいんだけどね、あんまりにもその儒教になるとね、利用されちゃうし、ちょっとまずい部分もあると、ね、いう
何かの教育、ね、やっていくということだと思います。で、前世でやっぱりね、まあ贅沢しすぎたみたいなね、配置を持ってますからね。だからあのティアラをね、おばさまから借りる。これはね、見事。だからそうやってやっぱり一つ一つもう作詞ですからね、黒田官兵衛ですから、ね、黒田官兵衛、そのまま何千万もするティアラ作ったらちょっと今民衆どう思うよね、ちょっとね矛先にされる、こんな時期だからみたいなね。よし、じゃあそうだ、黒田のおばちゃまが持ってたと、ね、あれちょっと借りようということでね、あれ借りて出てきた。みんな拍手喝采、よくやった、ね、ということでね、ワンコね、本当はポメラニアン、ね、キティちゃんカットをしたポメラニアンが欲しいんだけど、ね、ユリちゃんユリちゃん、ユリちゃん、まあでもね、まあユリちゃんも可愛いですけど雑種ですね、雑種なんですけどね。ゆりちゃんをかね、たびたびロイヤルワンコとして、出てまいりますけどね、そこのところもちょっと気使ってる。一応雑種だからねっていうね、雑種みたいな、ね、みんなと一緒でしょそれ、雑種だからねなんかね、あのもともとね、ご夫婦で飼われてて、天皇ご夫婦飼われててね、でまあ宮内庁に迷い込んできたワンコ、宮内庁に迷い込むんですかね、あのワンコ、それでね、生まれたっていう話です。ですのでね、そういうことかと、いうことで、運命の、ねまあ、歯車、ね、どん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 こう今転がり出しています。その中で黒田官兵衛ですから時として女帝やるよと、天皇やるよと、ね、いうことで、愛子天皇、ね、可能性っていうのはもう十分ありということでね、本当はもういやもうそれはもういいですって、私そんなもう天皇とかいいですからとかって思ってたんですけどね、愛子天皇待望論が出てきてる、そして今ちょっとこんな事件がやっぱ起こったりとかして、ね、まあ、注目されていて、ね、いいのかと、もう一回その皇室典範考えようっていうね、動きの中で愛子様のハーモニクス8、ね、とりあえず着る着ぐるみ、ね、それが黒田官兵衛だ、これからちょっと注目していきたいと、思います、ですんでね、でまあいろんな、今日はいろんな人をこうね、占う、ね、にあたってやたら占ってるわけではありません、ね、しっかり占ってね、出してるんですけど、今日はね、大宅にというね非常にいい毛が出ましたんでね、よし、じゃあ大宅に大吉だ、ね、じゃあやろうということで出した瞬間やっぱね、一つかけた六芒星、ね、トランジットくれば六芒星のね、ハーモ八を発見してね、切れまくってます。はい、ということでこれからもね、とにかくね頑張ってもらいたいと思います。本当に期待したいと。はい、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。